はい、どうもブロです。今回はキックアーク溶接、中板、裏当て金あり、横向き溶接をやっていきたいと思います。基本給下向きを合格すると取得することができますが、下向きに比べると一気に難しくなります。教えてもらえる環境にない方や、うまくできなくて悩んでいる方は、受かることはわからないと思うので、溶接歴20年の僕が解説していきます。溶接する条件なんですけど、板1枚のレベル角度ですね、これは30度で、ルート面、この貝先の先ですね、0ミリでやっていくんですけど、バリが少し出てる場合はちょっとそれを落とすぐらいですね。ルート間隔は、まあ、この4ミリ棒なんですけど、まあ、これを挟んで組み立てしていきたいと思います。で、使用する溶接棒を紹介したいと思います。本溶接ですね。で、使用する溶接棒は神戸製鋼所の LB47 を使用していきます。で、溶接棒のメリットデメリットを話したいと思うんですけど、でこちらのゼロードはスタートがとてもしやすくて、曲がらないわけではないんですが、曲げにはあまり強い棒ではありません。なのでこちらの LB を強くお勧めします。ただこちらの溶接棒はスタートがとてもしにくかったり、溶接途中でパッとアークが切れて溶接が止まってしまうデメリットもあるので、もしそうなった場合の対処法も後に解説していきたいと思います。それとですね、 LB は使用前に必ず乾燥機に入れて水分を飛ばさないといけないんです。空気中の水分が棒に吸収されて低温割れなどが入りやすくなるみたいなので、新品の箱でも乾燥させることが望ましいみたいです。1時間300から350度加熱後、100度で保温することが一応基本となっていますので、覚えておくといいです。溶接材料の表面の黒皮は必ず除去してください。グラインダー、ハンドラッパーなどを使用します。黒皮のまま溶接すると、溶接血管のアンダーカットになりやすくなります。ハンドラッパーは時間がかかります。裏当て金の黒皮は組み立てがずれても除去した部分を溶接できるように全面落としましょう。裏当て金の黒皮除去は裏曲げに有利になります。仮付けは慣れている方は LB でやる人も多くいますが、不慣れな人はスタートがうまくできず時間がかかってしまいます。映像でもわかりますが、仮付けはゼロ度が早いのでおすすめです。溶接材料をこのようにまっすぐ組み立てして溶接してしまうと変形します。角変形は5度を超えると失格になるので、逆歪みを必ず取ります。逆歪みと言ったらちょっと難しく聞こえるんですけど、まあ、簡単に言ったら、まあ、溶接して起き上がることを考えて、まあ、逆に曲げておくっていう感じですね。今回の横向き溶接は、まあ、大体、まあ、これ5度の角度型なんですけど、まあ、これぐらいやっておくと、まあ、試験の合格範囲にはなるかと思います。前かがみになり、右脇を締めて左肘が左膝に当たるような体勢を取った時にやりやすいと感じる高さがいいと思います。僕はこんな感じの姿勢です。適正電流は箱に書いてあるのですが、 F は下向きの意味ですが、横向きも同じ扱いでいいです。4ミリ棒なので初走は160アンペアまで上げます。棒を材料にくっつけた状態の時の数値が175アンペアになっていますが、実際に溶接すると10から15アンペアくらい落ちるので注意。裏当て金の一番端からスタートし、少し進み、また端までアークを安定させながら戻ります。LB はスタートブローと言われる内部血管になりやすいので、できるだけ端から安定したアークで溶接することが望ましいです。溶接中は方角度40から45度を意識し、プール幅を一定にすることを意識しています。軽く棒を押し付けて、常に棒が貝先に当たっていることを感じてください。上下解析に均等にプールが被っているかも確認してください。1パス目は棒を1本使い切るぐらいが理想です。はじめは溶接速度がわからないので、先ほど伝えた棒角度、プール幅、棒を1本使い切る溶接速度を感覚をつかむまで練習してください。良好な溶接を行った場合、スラグは簡単に除去できます。一粒残らずスラグは除去してください。
ウィービングはプラズニストリンガーか前後ウィービングになるかと思いますが、1パス目の下側のビード際のみ集中的に溶かすように進みます。溶接中下の貝先を埋めてしまわないように注意。貝先の残しの理想は1から 1.5 ミリですが、埋めすぎても最低 0.5 ミリは残してください。埋めすぎると最終層を盛るときに見えなくなり、脱線したりオーバーラップになります。初心者の方はプールを見る余裕がないかもしれませんが、合格度を気にしながらプールが下側の貝先に被らないように意識して練習するといいと思います。必ず貝先を残します。上部貝先の残しは1から 0.5 ミリ程度が理想です。最終パスがアンダーカットしてしまう方は3パス目の溶接で上部貝先の残りを 0.5 から1ミリ残すとなりにくいかと思います。特に 0.5 ミリ残しくらいにするといいです。多少ヨモリは多くなりやすいですが、合格ラインでできます。上部貝先を 1.5 ミリ以上残すと最終パスを盛る難易度は上がり、アンダーカットになりやすいので注意。プール幅を揃えながら2パス目のビード頂点までかぶせていきます。上部貝先にプールがかぶるくらいで溶接すると貝先 0.5 ミリ残しくらいになりやすいです。上部貝先の残しはこのくらいが 0.5 ミリです。ケガキ針がギリギリ引っかかる程度。最終層をうまく溶接するには、横向きはこの土台を作るパスが非常に重要です。電流を120から130アンペア程度で溶接すると垂れにくく溶接しやすい電流かと思います。4パス目で注意することは、貝先とビードの際をしっかりアークで狙うことと、溶接速度が重要です。貝先を 1.5 ミリほど残していても、溶接速度が遅すぎるとオーバーラップになります。逆に速度が速すぎるとヨモリが少なくなり、最終パスのビードカーブがオーバーラップになってしまいます。溶接中は必ず狙い位置を見ながらプールの状態を確認します。垂れてオーバーラップになっている時のプールはどうなっているのか見て覚えることも大事です。映像より棒を交代法にしてしまうとビードのヨモリが高くなってしまうので、プールの先行に気をつけながら棒を映像の角度くらいに保って溶接するといいです。端部は貝先が残ると失格になるため、切り盛りしながら映像のタイミングで持ってください。棒がこのようにくっついて不安定なアークだと100% スタートブローしているので、アークが安定したらなるべく端からスタートし直すといいです。スタートブローを安定したアークで溶かし込むイメージです。最終パスは土台のパスの頂点と上側の貝先にも棒を当てなければならないので、プール幅を一定にできる運棒をする必要があります。映像ではこのような運棒になっています。最終パスはアンダーカットにも気をつけないといけないので、プール上部の確認も必要になってきます。最終パスの気をつけるポイントは、交代法にしすぎない棒角度、4パス目のビードの頂点までかぶせる、プール上部を確認しながら棒を当てる、適正なアーク調の維持、これらを意識しながら練習するといいと思います。3年ぶりにやったので普通の外観です。上手い人めっちゃすごいですからね。最後周りに飛んだスパッタも綺麗に除去して提出ですね。次は3パス仕上げバージョンをこのくらいの貝先の残しでやっていきたいと思います。運棒はストリンガーか前後ウィービングです。前後の運棒は比較的溶接速度を一定に保ちやすいです。電流は120から130アンペア程度。高い電流に慣れている方は160アンペアのままやる方もいると思います。自分の技量に合わせるといいかと思います。2パス目ビードカブと貝先を棒で一緒に狙い、プール幅を一定に保ちます。
合格度も後退法にしすぎるとよもりが高くなってしまうので、映像の角度を真似していただくとうまくいくかと思います。5パス目は4パス目のビード頂点にプールが被るように棒を当てます。プールが上部貝先に被らないように溶接します。中途半端に被すとしっかり溶けない可能性もあります。最終パスをきれいにつけるためにしっかり残しておきます。右上の目線カメラをよく見るとスラグが貝先に被っていますが、これは溶接後除去できるので問題ありません。もたつくとオーバーラップになるので溶接速度は早めです。最終パスは5パス目のビード頂点にプールをかぶし、残った貝先を集中的に溶かします。最終パスはアンダーカットに気をつけないといけないので、溶接速度には注意が必要です。プール上部を見ながら進みますが、掘れるとプール上部が光るので、対策として掘れた場所に棒を持っていくのではなく、戻ってプールをかぶすイメージです。アークが途中で切れた場合は、アークが切れた熱々の場所ですぐアークを出して、凹んだクレーター部分にプールをかぶせるように溶接します。今度暇な時にでもどのようにやったらスタートブローがしやすいのか、大丈夫な範囲、ダメな範囲を実験してみたいと思います。貝先が残らないようにしっかり端部を盛ります。仕上がりは普通です。5パス目がもう少し下にかぶせたかったです。とりあえず両方やってみましたが、3パス仕上げの方が振る範囲が狭いので重ねるのは楽に感じます。2パス仕上げの最終パスは3パス仕上げの最終パスよりビード幅があるので結構神経使います。試しに真ん中でぶった切ってみます。でちょっとぶった切ってみたんですけど、結構まあ半分のぐらいのところで切り落としたので、まあ、他はちょっと分かんないところあるんですけど、まあ、大体溶け込んでますね。やっぱりこのスタートブロー、この穴がやっぱスタートの方にはあります。だけどですね、まあ、端の方はもうスタートブローがあっても、まあ、試験には関係ないので、まあ、問題ないと思います。こちらのカス取りハンマーは TikTok のツイスト2期さんに作ってもらいました。ステンレス製なのでサビの心配はありません。欲しい方は TikTok のクリクリさんにダイレクトメールしてみてください。今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。